本では犬が一人で電車やバスに乗る姿を見かけることはありませんが、海外ではそんな犬がいるそうです。そこで今回は、飼い主さんがいなくても一人でバスに乗り、ドッグランのある公園に通う犬の話と、地域動物に優しいトルコで公共の交通機関をたった一人で乗り、毎日好きなだけ旅を楽しんでいる地域犬の心温まる2つの話をお伝えします。アメリカ・ワシントン州シアトルには、自力でバスに乗り目的地に着いたら降りて、スタコラ歩いてドッグランのある公園に通う犬がいます。そこに飼い主の姿は見当たりません。バスの利用客も最初は驚いたそうだけど、ほぼ毎日のようにバスを利用する犬の姿に、今ではすっかり馴染みの客となっていて、その場を和ませています。犬の名前はエクリプス。黒のラブラドールとブルマスティフの混血種のメス犬です。バスの運転手にも顔なじみとなっていて、どの運転手もエクリプスを乗車拒否しません。エクリプスはなんと市公認のバス乗り犬になっていて、きっちり定期券を身につけて公園に通っているのです。通い慣れた公園にいる大好きな仲間に会うのが楽しすぎて、のんびり一服していた飼い主を置いて、さっさとバスに乗ることにしたエクリプスは当時2歳でした。以来、彼女はしばしば一足先にドッグパークに到着し、飼い主であるジェフ・ヤングさんが来るのを涼しい顔で待つようになってしまったのです。それがメディアで話題となり、バスの運転手や乗客と顔なじみ状態で、お行儀よく空席について、バスに揺られ所定のバス停で降り、公園に到着するという毎日を送っていました。そして現在、今年4月で5歳になったエクリプスは、ちゃんとバスの定期券を身につけて、シアトル市にも認められたバス乗り犬となり、相変わらずお気に入りの公園に通っているそうです。いつものルートのバスに乗り、乗客と束の間の交流を楽しむエクリプス。今は公式 Facebook もあって、シアトルシーホークスの非公式マスコットなんて肩書きもあるようです。シアトルはハイテク産業が多く、市民はとてもオープンで進歩的な人が大半を占めています。そのせいか、同伴者なしで移動するエクリプスを見かけても問題視する人はまずいないそうです。ですが、もちろん放置されているわけではありません。エクリプスは日頃ヤングさんにちゃんと管理されているのですが、公園に行くとなると、いても立ってもいられなくなって先に行ってしまうのだそうです。エクリプスの一人旅は定期的にネットで話題になっています。なお、最近の海外掲示板ではこのような反応が寄せられています。バスが来る時間がわかるのかな。犬は時間にかなり鋭い感覚を持っている。うちの犬は私が1日2回飲まなきゃいけない薬を飲む時間が来ると、毎日ちゃんと教えてくれる。子供の下校時間に合わせて待ち伏せする子や、飼い主の帰宅時間に玄関の前で待機する子もいる。彼らは人みたいに時間を定義していないけど、人間社会の中で人の予定やタイミングを知る方法をきっちり心得てる。多くの人がエクリプスの話題に興味を持っていますが、当然世間にはそれを好ましく思わない人もいます。ですが、もしエクリプスからバスに乗る自由を取り上げたら、彼女はとても悲しむでしょう。また仮にそうなった場合、ルートを熟知しているエクリプスのことですから、友達に会いたい一心で歩いて公園に行くことも十分あり得るかもしれないですね。すると、彼女のバスを禁止することは現状よりもはるかに危険な事態を招くことになるかもしれない。そんな意見も出ているのだそうです。ともあれ、エクリプスとヤングさんのためにも、この習慣が何事もなく続くよう祈りたいですね。続いて、トルコでは公共交通機関を乗りこなし、無料で毎日旅する地域犬がいます。ほとんどの野良猫や野良犬は全て地域動物として社会で面倒を見ることで知られているトルコで、公共の交通機関を全て1匹で乗り回している犬がいます。当然ながら運賃は全て無料です。イスタンブールで暮らす地域犬のボジは、バスも電車も地下鉄もフェリーだって一人でするりと乗車しては、毎日好きなだけ旅を楽しんでいるといいます。顔なじみとなった乗客に癒しすら与えているそうです。トルコのイスタンブールに毎日慣れた様子でバスや電車、
地下鉄、フェリーを利用し、通勤客の人気者になっている地域犬がいます。みんなにボジと呼ばれるその犬は、カンガールドッグとアナトリアンシェパードドッグのミックス犬です。ボジがいつから歩くより公共交通機関を使った方が便利と思いついたのかは定かではありませんが、今ではボジはすっかり通勤客の馴染みの顔なのです。颯爽と乗ってくるボジに対し運賃を要求する運転手もいない。ボジはフリーパスで市内をどこでも旅できる特権を持っています。乗り合わせた乗客たちにも挨拶を忘れません。市当局はボジがどんな交通機関を使ってどのくらいの距離を移動しているのかが知りたくて、首輪に GPS を設置し調査を試みました。するとボジはカバタシュからバグシラー間の 27km の距離を走り、19の駅をつなぐ快速路面電車をよく使用していることが分かりました。またボジは毎日少なくとも29の地下鉄駅に立ち寄り、平日最大 30km もの移動をこなしていることも判明しました。さらにはヨーロッパとアジア大陸を移動するためのフェリーに乗り込み、ボスポラス海峡を横断することさえあるというから驚きです。ボジはマナーのいい乗客です。公共交通機関を使用する際には他の乗客の邪魔になったりしないよう、基本的なルールをきちんとわきまえています。下車する乗客には道を譲り、全ての乗客が降りた後に車両に乗り込む。地下鉄を利用するときにはエスカレーターもしくはエレベーターを使うことも心得ている。ボタンは人間が押してくれるから問題なし。フェリーに乗船すると暖かい日にはデッキで海の風を感じてくつろぐそうですが、寒い日や雨の日には中に入るのだそうです。ボジの一人旅はイスタンブールの通勤客の間で有名となりました。一緒に撮影を求められても素直に応じ、マイペースに移動を楽しんでいるようです。通勤客にとっても移動の間に出会うボジの姿は一日のちょっとした癒しになっているようです。メトロイスタンブールの関係者はボジについてこのように語っています。市内の電車に乗り込むとボジに出会うことがあります。ボジはのんびりとそこに横たわったり座ったりして毎日移動を楽しんでいます。そんなボジを見た人たちには知らずに笑顔がこぼれています。これはまさにボジ効果だと言えるでしょう。どんなに忙しく急いでいる時にもボジは人々に移動を楽しむことを思い出させてくれているのです。なお地方自治体が開設したボジのインスタグラムアカウントにはすでに3万人以上のフォロワーがいるそうです。地域犬が穏やかに暮らせる環境は犬にとって幸せなことだと思います。ボジのように公共の交通機関を使用する犬はあまりいないかもしれませんが、周囲の人たちの優しさがあってこそなのでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。